中央からこう持ってっちゃって色の集合体をなくしてしまえばいいので、皆さんこんにちは、ちえです。今日はこちら、はい、すべてね、キャンメイクの商品です。キャンメイクね、すごくプチプラなんだけれども、かなりね、クオリティの高いメイクができると思うので、今日はこちらのね、私のキャンメイクのお気に入りを使って、このナチュラルなメイク作ってみました。このメイクは私みたいなね、39歳なんだけども、アラフォーでもいけるし、これからね、メイクを学んで心機一転頑張りたいよっていう方、応援できる動画になったら嬉しいなと思います。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。ちょっとね、口内炎がありまして、すんごいね、喋りにくくて、動画の最中あんまりちゃんと喋ってなかったらごめんなさい、いつも喋ってないんだけど。バン、はい、キャンメイクのクリーミーファンデーションスティックの01番と02番です。でね、カラーは今のところ3色展開になっていて、この01番と02番と、あと03番かな、ちょっとね、イエローっぽいのが新発売されているはずです。私はね、この2色を使ってます。じゃあまずね、02番を顔全体にね、塗布していきます。このファンデーションはスティックタイプのファンデーションの中ではすごくね、つけやすいというか、クリーミーな方だと思います。私一番好きなスティックファンデーションがメイクアップフォーエバーのさ、スティックファンデーションなんだけれども、それともね、また違ったクリーミーさと肌なじみの良さっていうのがあって、ロングラスティングさとかっていう意味では、メイクアップフォーエバーのスティックファンデーションの方がいいんだけれども、でもね、そこまでオイリーじゃないよとか、肌トラブルが少ないよっていう方は、全然ね、このファンデーションでね、いいと思います。ね、手で伸ばしてもすごくね、簡単に仕上げられるし、ブラシでやるとね、これは早いから、私今このブラシで使ってやってるんだけれども、毛穴も綺麗に塗布することができて、目立ちにくくしてくれるし、仕上がりもマットすぎず、ツヤツヤっていうわけでもなくて、なんかサテンぐらいの仕上がりで、すごくね、すごくいい、すごくいい。そしたら01番、ちょっと明るいんだけれども、これで顔の中心をハイライトしていきます。で、つける位置はこの目の下と鼻筋とおでこのあたりで、これはね、広がりすぎないように手で塗布してきます。手で塗布する時も全然ね、ストレスフリーなのよ。真夏、自分の肌というか、その気温とか湿度に影響される中だとしたら、もしかしたらちょっとスライドしちゃうかなっていう可能性はあるんだけど、下地をね、コントロールすれば全然使えるファンデーションだと思います。でね、この後につけるパウダーもロングラスティングにしてくれるパウダーなので、そこまで皮脂崩れって気にならないんじゃないかなって思ってます。じゃあね、コンシーラーいこうかな。キャンメイクのカラーミキシングコンシーラーの、私はね、02番っていうカラーを持っています。色白さんは01番の方かなって思います。真ん中のカラーとか結構オレンジ味が効いているカラーなので、クマとかにいいでしょ。あとはこういうね、ハイライトカラーもあるし、濃いカラーとかはここら辺のニキビとか、例えばね、この濃いカラーで一旦隠してあげて、その中心点は触らずに、そのね、周りをね、一番力が入らない小指とか薬指でぼかしてあげて、最後にね、自分のね、肌カラーと一緒の感じのカラーをちょっとね、乗せてあげると目立ちにくいです。でね、ここにミキシングスペースっていうスペースがあって、自分の好きな色を作ることもできるから、すごくね、使いやすいパレットだと思います。でちょっと試しにこのオレンジも、青グマさんとかね、黒クマさんでも消えるんじゃないかなって思います。でね、コンシーラーをつけるときは焦らず、時間をかけて、このね、トントンっていうモーションでつけてあげるのがポイントです。あとね、この横に動かす動きをしちゃうと、コンシーラーをこの横にね、スライドさせてしまうだけなので、置くようにトン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 ってなじませていってあげると、綺麗にコンシーリングできます。はい、そしたらこれをね、パウダーでセットしていきます。マシュマロフィニッシュパウダーの、私はね、 MO っていうカラーを使ってます。でね、このパウダーはこの付属のね、パフを使うのがすごいおすすめです。こんな感じでつけたら
揉み込んでコンシーラーをつけたところから優しくね押さえるようにつけてってあげます。このパウダーはこのパフをつけて仕上げるとあの崩れにくい感じにはなるんだけども、マット感があのマックスマット感になるの。なので下のツヤを残したいよっていう方はブラシでねさらっとあのセットしたいところだけつけてあげるといいと思います。はい、でねシェーディングもキャンメイク売っていて素敵なねパウダーがね3種類ぐらい出てるんだけども、それを使うのもいいと思うんだけれども、私はねこのキャンメイクの商品で仕上げるときはあまりコントアリングは必要ないんじゃないかなっていう風に思ってます。でもこれはね個人的な見解なので、どうしてもね削りたいところがあるんだよとか魅力をね引き出したいんだよっていう方はぜひねそのパウダー使ってみてください。とってもねいい商品だと思います。眉毛いこうかな。眉毛ねケイトとかエクセルとかビセみたいな感じでこの3色あビセは4色か、うん、あの3色のねアイブロウパウダーっていうのがキャンメイクからも発売されています。なんだけれども私はね個人的にアイシャドウを使って仕上げちゃってます。このアイシャドウを一つ持ってるとすごくね万能に何でも使えるので、キャンメイクでこのアイシャドウパレットは絶対買ってほしいパレットっていうのがあって、それがこちらですね、パーフェクトマルチアイズの03番と05番です。ちょっとわかりづらいかな、ざっとスウォッチしてみた感じがこういう感じなんだけれども、ドラッグストアの中では珍しいなっていう感じのマットオンリーのパレットです。でこのパレットのアイシャドウの品質っていうのもとっても好きだし、カラーもねとってもね使いやすいです。03番の方は去年からまあ今年にかけても流行っているこのテラコッタっぽい赤みブラウンを中心に構成されていて、05番は結構ねニュートラルなブラウンを中心に作られています。まあねコロナの影響もあってこれからメイクってちょっとね地味になっていくのかなっていう風に思っています。メイクのね勉強されている方だったらわかるかなと思うんだけれども、メイクもファッションもあの歴史のこの波にね影響されやすいんですよね。何か戦争とかこう天災とか起こって人々の気持ちがちょっとはぁっていう風になっている時はやっぱりね地味めのメイクが流行るし、そっからこう V 字回復じゃないけど回復していって盛り上げよう盛り上がろうっていう風になっている時はやっぱりねちょっとねカラーメイクとかが流行ったりするみたいです。でまあねメイクはさ自由だしどんなものをつけてもいいと思ってるし、気持ちがハーってなってるからこそカラーのアイラインしようとかつけまつげしようっていう気持ちもねすごくねいいことだと思います。なんだけれどもトレンドとして流行るのは結構こういうベーシックなブラウンかなって思っています。まあ好みにはよるんだけれども05番の方とかがあるといいかなっていう風に思ってます。でこの05番は特にアイブロウも仕上げられるのがいいんですよね。まずはこのカラー眉のね中心あたりに塗布してきます。こんな感じ。そしたらちょっとねダークなカラーを眉尻の方に塗布して、眉尻の方にかけてこう濃くなるようなグラデーションを作ってきます。そしたらこの一番明るいカラーをのねさっきの中央に置いたところから眉頭に攻める感じで薄いグラデーションを作ってってあげます。そしたら最後にね毛流れを整えてあげて完成。こっちも同じように中央にまずカラーを置いて濃いめのカラーで眉尻を決めて、徐々にグラデーションになるように中央に置いたカラーとなじませて、そしたら一番明るいカラーに行って中央の方から馴染ませてあげて、そしたら毛流れを整える感じ。こうしてあげるとグラデーション作りやすいんじゃないかなと思います。このね薄いカラーを眉頭からつけてもいいんだけれども、なんかねそうするとね眉頭の色が濃くなっちゃうんですとかっていう方がねいらっしゃるんですよね。
であればもう中央からこう持ってっちゃって色の集合体をなくしてしまえばいいので、うん、そんな感じで仕上げるとナチュラルなグラデーションの眉毛ができるんじゃないかなと思います。そしたらね、アイブロウマスカラです。アイブロウマスカラもね、キャンメイクいいの出てるよ。キャンメイクのカラーチェンジアイブロウの01番です。これマロンブラウンだったかな。他にも結構4色5色ぐらいアイブロウのカラーが出てます。で、本来だったら私もうちょっとナチュラルなブラウンがいいなと思ったんだけども、でもね、このカラーも好きです。このキャンメイクのアイブロウマスカラのいいところは結構ね、発色がビビッドです。なので、あの、最近結構ナチュラルに仕上がるアイブロウマスカラって多いと思うんだけれども、違うの、私はちゃんとアイブロウの黒いところを消したいの、そして髪色と一緒にしたいのとかっていう方はすごいね、おすすめです。ちょっとね、ナチュラルに仕上げたいわっていう方はこのね、逆毛を立てないであげて、この表面だけにつけてあげるとナチュラルにね、仕上がります。がっつり色つけたいんだよっていう人はこの両方、毛の全体、毛の体全体に塗れるような感じのイメージでつけてあげるとよりね、このままのカラーが発色するかなって思います。はい、そしたらアイメイクに行きます。アイメイクはね、あの、まず最初にさっきのね、05番のマルチアイスのパレットのこの薄めのブラウン、これを取って、ここのね、クリースの部分、クリースといってこの眼球が出ているこの骨、この部分にこれからのせるアイシャドウのグラデーションのベースを作ってあげるイメージで薄くのせてあげます。このね、パレットを使ってマットだけで仕上げてもすごいね、かっこいいルックができる、本当に万能なパレットです。で、今日はちょっとね、アイシャドウもね、2つ好きなのがあって迷ったんだけれども、パーフェクトスタイリストアイズの19番、すごい使いやすいローズゴールドみたいなカラーが入っているのと、ついこの間発売されたこのシルキースフレアイズの01番、すごくベーシックなブラウン、このカラーもね、とっても使いやすいんです。今日はどっちにしようか迷ったんだけれども、このパレットを使ったルックは過去の動画にあると思うので、今日はね、より初心者さんに優しいこのシルキースフレアイズの01番を使って指で仕上げていこうかなと思います。でね、大体のブランドが書いてあると思うんだけど、このね、後ろにこんな感じでつけたら綺麗につけられるよっていうのも書いてるので、こっちを参考にするのもいいと思います。で、私はね、まずこのカラーをまぶた全体に塗布していきます。真ん中に置いたら、その左右にカラーを広げてってあげる感じで、なんとなくまぶた全体に馴染んだなと思ったら、そのまんまね、ゆっくり一番最初に入れたマットのカラーと馴染ませる感じで上に上がってってあげます。あまり上に行き過ぎないようにするのがポイント。こっちも中央にまず置いたら、ワイパーモーションみたいな感じで徐々に徐々に左右に広げてってあげて、もう残ってないなっていうようなところで上に広げていって、一番最初に置いたマットのカラーとブレンドするようにのせてってあげます。でね、次最後のね、締めのカラーなんだけれども、この締めのカラーを目のどこに置いてあげるかっていうことによって雰囲気が全然変わってきます。でね、私がよくやるのは横グラデって言って、ここに一番濃いカラーを塗布して、ここが一番濃くなる感じ、ここだけで横にこうグラデーションを作っていくっていうのがすごくね、あの、セクシーで欧米風っていうかね、そういう感じに仕上がるんだけれども、結構初心者さんは縦グラデーションの方がやりやすいんじゃないかなっていう風に思うので、今日はね、縦グラで行こうと思います。じゃあね、このカラーを指に取って、このね、まぶたのキワキワ、目のそのこのギリギリのね、縁に色をのせる感じで最初つけていきます。決してさっきのせたカラーの色をね、潰しきらないようにつけてあげます。もちろんね、ついてくるあのチップを使ってもいいし、自分の持ってるね、筆を使える人はそれを使ってください。すごく綺麗に仕上がると思う。でもやっぱり初心者さんは手でね、塗ることの方が多いと思うんだよね。私もそうだったから。なので今日は手を使ってやってるんだけど、あったらそれ使ってね。で、こんな感じで第一波を入れて、ちょっと引きで自分の顔を見てみます。そうすると明
らかにさ、目の印象が変わったの分かるかな。ちょっと目が縦に大きくなってるよね。息子が今そこで宿題をしながらうなずいています。これが締め色の効果です。で、私の動画を見てくれてる人だったら分かると思うんだけど、私は結構この幅が広い方なので、あの目頭の方を中心に締め色を入れてあげるとちょっと締まる感じになるので、ここに入れることが多いです。そしたら何もついていない指を使ってさらにね、ブレンドしていきます。こんな感じ。そしたら反対側の目も仕上げてきます。でね、例えばあー行き過ぎたみたいな感じで、濃いカラー乗せすぎちゃったっていう風に思った時も慌てなくて全然大丈夫です。薄いカラーに戻ればいいんだから。この薄いカラーをこの上からねつけてあげて調節してあげるとね、なので全然恐れることなかれ、失敗してしまっても慌てずに楽しみましょう。そしたら下まぶた、下まぶたもねぜひ活用してください。特に私はね、こっからが結構面長に自分は感じてるので、できればここももう使いたい、使ってあげると若干短く見えるから。なので私は同じようにこのカラーを下まぶた全体に入れてきます。このアイシャドウについてくるこのチップ、すごくね肌当たりがいいんですよね。シルキーな感じで全部のチップがこうなってほしい。そしたらさっきの濃いカラー、濃いカラーは目元全体っていうよりはこのね目尻から黒目にかけて3分の1ぐらいに留めておいてあげると、この縦幅もできるし、あのちょっとね目の印象が強くなるんだけれども、なんか強すぎずっていうくらいに収まるので、ここにだけ入れるのがおすすめです。そしたらね、上まぶたと一緒で最後指でブレンドしてあげます。ちょっとだけ遊び心を足したいので、パーフェクトスタイリストアイズのこのね真ん中のグリッターを目頭につけてあげます。はい、そしたらマスカラいこうと思います。マスカラはねもう私は一択です。こちらです。キャンメイクのクイックラッシュカラーの、私はねブラウンが好きですね。ナチュラルな目元を、あのナチュラルなんだけれどもくっきり印象的にしてくれるし、なんといってもねこのまつげを上げる威力ですよね。それがね素晴らしいです。私のねクイックラッシュカラーを使う時のポイントは、こうまつげを上げたじゃん、上げたらもうすぐクイックラッシュカラーでフィックスします。そうするともう最初にあのフレッシュに上げた感じが一日中ね残ってくれるのでおすすめですよ。もちろんこれはね単体でも使えるようにはできてるんだけれども、あくまでもね下地なので、ボリューム感を出したいよとか長さを出したいよっていう方はこっからね好きな仕上がりのマスカラをつけたらいいんじゃないかなと思うんだけど、私はねこのナチュラルメイクでアイシャドウがほぼほぼナチュラルですよっていう感じの時は、うん、これ1本でね大丈夫なんじゃないかなと思います。見てこの違い。そしたらねアイラインです。アイラインはリキッドのねアイライナーも確かキャンメイク出てると思うんだけれども、私はね何よりこのクリーミータッチライナーっていうアイライナーがすごく好きです。なんといってもそのクリーミータッチなんですよね、シュッっていう風に仕上がる。なのでまぶたをね引っ張らずにこの色をねつけられるっていうのがすごい気に入ってます。で、今つけるところは目元のね印象をね強くするために粘膜のところをこのアイラインを使ってあげるとよりね目が締まって見えます。そしたらさっき締め色のカラーをこの下まぶたの3分の1につけたじゃない、ここのつけたところをなぞってあげてもまた目がねくっきりして見えるし、あとはキャットじゃないけどこのアイライン、アイラインはこの上のね上まぶたの延長線上にちょっと出るぐらいでいいと思う。あとは TPO に合わせて上に上げてみたり、より下に下げて甘い感じの目元にするのもいいし、
キリッとするのもいいし、いろいろね楽しめるかなと思います。そしたらねチークいきます。グローフルールチークスの12番っていうカラー、このカラー結構使いやすいんじゃないかなと思うので、こちらをつけていきます。で今日はシェーディングをしていないので、シェーディング効果も得るためにちょっとね斜めにつけていきます。小鼻の横とこの黒目が交わるあたりに最初の一歩、そこからこめかみに向かってブレンドしてってあげます。このグローフルールチークスはグローといってツヤ感も出してくれるんですよね。なので初心者さんはもうねこれだけでいいんじゃないかなと思う。変にハイライトとか入れてしまうと浮いてしまうので、これでいいんじゃないかなと思います。斜めに入れたくないよっていう人はここだけでもいいよ。はい、じゃあ最後リップ、メルティエルミナスルージュっていうこのルージュを引いていこうと思います。で私はねその中でも好きなのが04番っていう去年かな発売されたこのテラコッタっぽいカラー、これと最近発売されたこれはね T の02番っていうティントタイプ、こちらもねカラーめちゃくちゃ可愛いんですよね。で今日は初心者さん用でもあるので、ティントタイプのこの T の02番をつけていきます。ね、このカラーすごくナチュラルで綺麗なヌードカラーって言ったらいいかな。お仕事にも学校にもいいんじゃないかなっていう印象だし、どんなねメイクにも合いやすいんじゃないかなと思います。仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日はお財布に優しいキャンメイク縛りでこのねナチュラルメイクを仕上げてみました。キャンメイクの商品は本当にねデパコスに劣らないぐらいすごくねいい商品たくさんあると思います。まあね中身のそのなんだろう美肌成分とかそのわかんない精気成分とかアンチエイジングとかそういった成分はないかもしれないけれども、でもそういうのはあんま全然気にしなくて仕上がりが綺麗であればいいよっていう方には本当にねおすすめするコスメです。私はこのプチプラのキャンメイクを使って肌がすごい荒れたよとかっていう経験はないんだけれども、やっぱりね肌質っていうのはそれぞれあると思うので、肌荒れしやすい方はまあ相談しながらやったらいいんじゃないかなって思うんだけれども、特にアイシャドウとかカラー系のパウダー系は、問題なく使えるんじゃないかなって私は思ってます。もしねなんかトラブルあるよっていう方は逆にね下でねコメントいただけると嬉しいです。それでねこれからキャンメイク使いたいんだよっていう方になんか参考になるように発信していただけると嬉しいですね。やっぱり今この状況っていうのがいつまで続くかわからないっていうのあるじゃない。でもメイクはしたい、メイクを買わなきゃいけない状況もあるっていう時にキャンメイクのこのプライスはとってもねお財布に優しいし味方になってくれるんじゃないかなと思います。でねキャンメイクでもこんなね素敵なルックができるので、ぜひぜひ活用してみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。